はい、どうもケニーです。ってことでですね、今回なんですけど、なんと 1.3 億ダウンロード記念の第3弾ということで、黒ひげの復刻ですね。いや、めちゃくちゃ安くなってるらしい。はい、まあね、俺もちょっと今帰ってきてパパって見ていったんですけど、めちゃくちゃ安いね。はい、で、まずはちょっとチケットガチャがね、なんと1000円になっております。でもただこれね、気をつけないといけないのが、1000円全部買ったとしても確定でゲットできるわけではないので、そこはちょっと気をつけてください。で、一応ね、これ提供割合が、まあこの1枚につきピックアップ 10% あるから、まあね、驚異の引きを出すことができたらめちゃくちゃゲットできるっていうことだね。はい、でこのガチャチケ、をですね、4枚購入したとして、あと残りダイヤがどれぐらい必要なのかっていうと、このステップアップを一周するだけなので160個必要みたいな感じなので、4000円と160個あればまあゲットできちゃうよっていう感じですね。で、まあこれをですね、まあダイヤだけで行くっていうのであれば、 160×5 個になってくるのかな。はい、まあこれね、50枚必要になってくるんで、まあそんな形になってきます。まあなんでね、まあこの黒ひげ、まあめちゃくちゃいいんですよ。の何がっていうと、サポートがめちゃくちゃ強い。これまあこれね、赤属性の、サポート編成になってくるんで、もちろんね、ここにいるんですけども、はい、こいつのサポートが、まあ、驚異的な強さ持ってるんですわ。これ、ディフェンダー、オーカー、一部会、自然系、わー、これ、やばいやろ。グランドラインでこの最悪の世代持ってて、で、オーカー、一部会もあって、でも、最強すぎるっていう感じ。んで、気になってくるのは、多分今年ね、黒ひげ海賊団のキャラクターって多分めちゃくちゃ増えてくると思うんですよね。はい、そうなってきた時に、この黒ひげ海賊団の、タグがめちゃくちゃ強かった場合、このサポートが強い、この黒ひげの価値がさらに上がっていくっていう感じになっております。なんで、まあ、ゲット、まあ、課金できる方は、ね、まあ、4000円と160回からゲットしといた方が俺はいいと思います。はい、ただし気をつけないといけないのは何なのかっていう話なんですけども、結局素体だけゲットしたとしても、育成するのにまあね、結局まあサポートに使っていくのであれば、これ52マス完凸までやっぱ持っていかないといけないので、まあ軽くね、1年半から2年かかると思います。60からまあ100にして、フルオバブ、52マス完凸させようと思ったら。はい、なんでまあ一応ね、そこの覚悟もある方、は、全然引いてった方がいいと思う。ただね、マジでサポートはガチで強いです。はい、っていう風になっております。まあなんでよく考えてね、ぜひとも皆さん引いてもらえたらなという風に。マッチが長すぎる。なんでなんで、あー始まった、やっとや、ほんと。さあ、てなわけで、カウントダウンバトル、これ俺結構好きで、まあタッグバトルの次ぐらいに好きかな。まあやっぱこうやって対戦してる方がおもろい、マジで。ザクトレとかね、クソおもんないから。よいしょー、いける、よいしょ、はいはいはい、能力者キラーの黒ひげが強すぎる。でもちょっとクラッカー嫌なんだよね、連れて行かれちゃうから。ちょっと待って、あ、ナイスナイスナイス、まあ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 、で多分ロジャー、あ、来ましたね、ロジャーが聞いたので、ここを2人で見ていけると、はいはい、回避使ってからの無敵、 OK からの、はい、クローズ、あんで、あ、どっか行っちゃった、あ、よろけ向こうやった。とりあえずダウンさせておきたい、ダウンさせよう。ロジャー赤い光った、 OK、 よし、 OK、 ダウンさせていく。で、あ、走っていく走っていく、あ、でもスキルに溜まるかな、ウィン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 やね、 OK、 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 ナイスダウン。で、さあちょっと待って、ここを鍵取ったところをダウンさせていきたい、 OK、 あ、ナイス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 、タイミングのパンクチャビレ、 OK、 OK、 で、いや、かわいい黒ひげ。これで、ね、持ってきる、あー無敵あったか。で、ちょっと待って、さあ、で、黒、うわ、え、めっちゃ、え、なんかめっちゃ速くなかった、え、え、そんな、めっちゃ速く感じたんやけど、今ロジャーの、何、え、なんかすげえ速かったぞ。で、よいしょ、 OK、 ナイス。で、あと、ちょっと待って、一応落ちした、これ一応落ちしてる、で、はい、ここ OK、 ナイス、ワン、ツー、あー、これで一応落ちか、あと一発ね。で、ここ通常やろ、あー、違うか、うわ、連れていかれる、うわー、ごめん、うわー、黒ひげジーザスっていうことで。はい、まあね、まあどうなんだろう、黒ひげね、俺マジ、まあ個人的にはね、ゲットしといた方がいいキャラだと思う、サポートね。まあほんとね、長い目で、ちょっと待って、なんか通常当たらんかったんやけど、はい、で、はい、無敵、オッケー、ナイス。まあ長い、あ、終わってもうた、
はい、それでは続いてもやっていきたいと思います。まあさっきの続きなんですけども、まあ長い目で見たらね、マジでゲットしておくべきキャラ、マジでこれはこんなに強いサポートのキャラクターっていないからね。ただまあやっぱ超フェスでまあ育てにくいっていうのがね、まあネックになってくるとは思うんだけども、結局まあ長い間バウンティー、まあワンピース好きやっていう方に関して言うとね、もう絶対的にねゲットしといたら、損はないと思います。まあただ来年になったらもっと安くなってるかもしんないけどね。まあただ結局、育成に時間がかかってしまうので、早くゲットして育成にかかった方のがまあいいとは思います。おナイス振動、オッケー、さあこれもらっていこう。さあでオッケー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 、で鍵落としたね。危ないね本当に、ちょっと待って、痛い、はいオッケー、でよいしょはっはっは、届かへんさあ、であそこに鍵落ちてる。あー鍵戻ったか、戻っちゃった。でなんとかいけんのかな、どうなんだろうかね。さあ、あーでこっちも鍵が、あー落ちてるね、落ち、あーちょっと待って、いやちょっと待って、カイド来たな、カイド来たな、ちょっと怖い、いやナイスナイスナイス、ちょっと待って、それ気絶入ってるんじゃない、はい、ってことで吸ってあげて、吐いて、オッケーナイス。でちょっと待って、一旦やばい、戻ろう、ちょっと待って、2巻来てる、うわちょっと待って、はいからの、はい、そんな外に出てきたら黒ひげからしたらペロです、はい。でさあちょっと待って、このカイド吸ってあげたい、はい、ってことで起き上がり、あーナイスナイスキル。でさあ鍵誰持っていくの、え待って誰も持っていく、えなんでなんでなんで、えおい、俺持っていく、あしょうがねえな、行ってやろうじゃねえか俺が。さあ走れ、あ俺守ってくれてんの今それよしよしよし、まさかの黒ひげが鍵を持つっていうこの鬼畜の商業、全然無敵ないから、無理な気しかせん、ちょっと待って、ちょっと待って、ダウン、まあ一回ダウンしようか、ちょっと待って、無敵ためたい、オッケー、よしよしよし。で、あ君ボット？ボットなん、まあじゃあ2人まとめていただきましょう、能力者なんてペロです、はい。でさあちょっと待って、ドルドルいるから、ちょっと待って鍵取るやろ、でここ俺、あー切れてもた、でここ俺入っていい、でなんで俺も入れて、俺も入れてよ、俺鍵持ってんだから俺鍵持ってんの、どう待って、はいはいはい、吸ってあげて、吐いて、オッケーナイス。でちょっと取れる、これ取れる、取れる、取れ、あーオッケーオッケー、取れた、うわーちょ危ない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 、しししし、でこの中いとく、オッケーオッケーオッケー、よしよし、でワンツー、はいからの、うわやばい、あぶねえ、でこれで時間稼げ、おし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 、しばけしばけ、オッケー。でさあさあさあ、ドルドルないから、ドルドルない、あるある、入っていい、入っていい、一緒に入ろう、でも俺も守って、俺も守ったら勝ち、オッケー、ありがとう。